never thought I'd be so far from home. Never thought a love could grow so cold. 皆さんこんにちは、ゼウスチャンネルです。本日もご視聴ありがとうございます。イングリッシュブルドッグのゼウスと私たち夫婦の日常をゆるーくお届けしております。更新は夜7時の予定となっておりますので、ぜひチャンネル登録高評価よろしくお願いします。コメントもいただけると大変嬉しいです。はい、本日の動画はゼウスくんが初めて桃を食べる動画になります。ゼウス地方は割と桃の生産量が多いところなので、美味しい桃がたくさん売ってるので、これはゼウスくんにぜひ食べてもらいたいということで、今回桃を買ってきましたので、桃を食べたゼウスくんの反応をご覧ください。ゼウスくん食べる、これ、まあ、はい、切ってくるから、ね、これ食べるか、ゼウス、ほら、どう、はい、食べるか、欲しがるから、食べたらどうすんの。はいはい、じゃあ、切ってくるから、今桃切ってるよ。お待たせ、お待たせ。じゃあまずは俺がちょっと味見してみるか。ちょっと食べてみて。うん。どう？ちょっと甘さが。なんかちょっと多分早かった。ちょっと早いか。もうちょっと熟すの待たないといけなかった。で、食べる？初めての桃、ちょっとあれ、ちょっと甘さ控えめだけど、いいんじゃない、糖分が少なくて。食べてみるか、デウス。食べる、これ食べる、はい、いや、まあこれは美味しいんじゃない。ちょっと甘さ控えめだけどな、うん、どうデウス。ずっと噛んでるよ。私も食べていいですかね。私も食べていいですかね。ちょっと、あ、はいはいはい、美味しいね。まあちょっと早いな。桃がサクサクする。ちょっとサクサクしてるな。食べたい食べたいね。まだでもあと3つあるから、ちょっとあれはしばらく置いとこう。え、美味しくなったらもう一回あげるね。寝かせば甘くなるのかな。なるよ、そりゃそうだ。デスク、桃リベンジするか。食べる。え、待っとるの？食べるとおっしゃった。よし、食べるさ。全然違う。うん。柔らかさが全然違う。うん。です、柔らかさ全然違うって。もうゼウスがそわそわしてるよ。早くしてくれ。早く食べたいそうです。ゼウスが熱い視線を送ってるよ。もう待ちすぎて半分諦め入ってるよ。もう待ちすぎて半分諦め入ってる。もう諦めた、うん、もうそんなちょっとも待ってないんですよ。何でした。じゃーん、全然違う。うん、違う、うん、うん、じゃあ食べてみよう。おいしい、おいしい。でも座って食べたらあと寝転がってまた寝転がる。あ、お座りだ。はい、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 やっぱり、はい、
もう美味しいですか。冬のリンゴ並みのおかわり。美味しい。なんです、我々の分がなくなる。もう、そんなのでいいでしょ。です。欲しいの。ひどいね、この人ね。やばい。なると思った。ちょっと待っとって切ってくるもんね。もう一個なんかあるから。ね、これいただく。どう。すごい悲しそうな顔してる。すごい悲しそうな顔。ちょっと待っとってです。もう一個あるで。はい、1回目の桃はサクサクとして甘さ控えめの桃でしたが、2回目の桃はだいぶ柔らかくて甘い桃で、2種類の美味しさを味わうことができました。では動画を終わります。本日もご視聴ありがとうございました。